も直せないかもしれないです、100歩譲ってね。だけど同僚とか先輩に直してもらえるんじゃないですか。誰も直せないから仕事休むんですよそうでしょ、ですよね、合ってますよね、私間違ってないと思うんですけど。でその方たち皆さんの腰痛直せると思います？同僚や後輩の腰痛直せないのに皆さんの体直せると思います？分かっていただけました？現実を、ね、私医療関係でまだこんなこと言っちゃうんですけど、ちょっとひどいなと思うんですよ、ね、ひどいと思うんですけど、まずね、あの行っても治らないです、毎日行ってもね、治らないですよ。あの行くのは自由なんですけど、治るために行くっていうのはちょっと間違ってますね。実はね、ヨーロッパだと腰痛の治療してないんです、さっき言いました。原因を話し、あのお医者さんの原因を話してくれますけど、治療方法ないんで無理しないで休んでてくださいねって言われて終わりです。だからお金取られないってことね、そもそも。でなんで日本は治療してるのって言ったら、その制度が違う、医療のやり方が違うから見ざるを得ないんですね。あのリハビリの先生たちが悪いわけじゃなくて、そういう制度の国だってことを知っておきます。仕方がないです、IR からするし。